皆さんこんにちは。エイジソー採用担当の宮田と同じく採用担当の千代田です。よろしくお願いします。今回は、介護福祉の就活を進める学生さんから、よく寄せられる就活のお悩みを、ちょっとどんどんお答えしていきたいなと思います。早速いっちゃっていいですか？いいです。ありがとうございますでは1つ目、人の役に立ちたくて福祉を目指しているんですけど、その先どうしたらいいか分かりませんというご質問をいただいております。ありがとうございます。でも本当素敵ですよ ね、こう人の役に立ちたいって気持ちはね、大事にして、いただきたいなと思いますが、福祉とね一言で言っても、いろんな種類がありまして、例えば対象者もいろいろあって、子どもだったりとか、高齢者、あと障害のね、お持ちの方だったりとか、たくさん種類もあったりします、ただその中でこう誰をどんな風に支えていきたいのかっていうのを、ご就活を通しながら決めていけると、いいんじゃないかなというふうに思っています。そうですね、明確化ね、していけるといいですね。ではちょっとどんどんいきたいと思います。2つ目、施設見学で見るべきポイントはどこですか？なるほど。施設に、行ったらぜひまずこう挨拶ができているかどうか注目していただきたいなと思います。誰に対してでも明るく気持ちのいい挨拶ができる会社というのは、日頃からそういう風土が備わっている会社かなと思いますので、ぜひそこ注目してみてください。あとね、もう一つ見ていただきたいところが、あと働いてるスタッフ、あとはご利用者様の表情にも注目をしていただきたいなと思っております。こうね、スタッフが楽しそうに元気よく働いているのかとか、あとお年寄りがね、穏やかに過ごされているのかっていうね、こう雰囲気が感じ取れたら、こう日頃からね、いいケアが提供されている証拠なんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらも注目してみてください。普段の様子見れるチャンスですね。なかなかね、ないチャンスですから、ぜひね、見てほしいですね。ではどんどんいきます。3つ目、親に反対されています。どうしたらいいですか？これね、最近すごくよく聞くお悩みです。増えてきてるかなと思いますけれども、これね、ぜひ親御様にどんなところに不安を感じていらっしゃるのかっていうのを聞いていただけるといいかなと思っております。で、その不安がこう今ね、志望している会社でこうどんな風に払拭していくことができるのかっていうのを考えていきましょう。で、例えばこの親御様が仕事きついんじゃないっていう風にね、心配をされていらっしゃるとしたら、この会社のね、こう教育制度とか、あと介護負担軽減の取り組みとか、あとお休みの体制とか、そういうね、制度が整ってるんだよっていうところをぜひ皆さんのお口から説明していただきたいなと思っています。実際に親御さんが今イメージしている雰囲気だったりとか、情報と、あと皆さんが最先端で持っている情報っていうのは全く異なっています。そうですよね。時代もどんどん変わってきているので、この会社に入りたいなっていう、思いで、企業研究をたくさんしてきていて、たくさんの情報を持っている、皆さんの口からぜひいろんな情報をお伝えしてみてください。で、この課題を解決するための一番大切なポイントなんですけれども、これはね、誰のために、何のために働くのかっていうのをね、ぜひ考えていただきたいなと思っています。ご両親のためなのか、自分自身のためなのか、そういうふうにこう考えてみることで、少しね、こう解決の糸口見えてくるところもあるかなと思いますので、ぜひ考えてみてください。そこのね、軸がぶれない方が、よりいいですよね。今回の動画が参考になったよっていう方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。